日本兵庫県伊丹市、西台西台は、兵庫県伊丹市の町名。現行の行政地名は、西台1丁目から西台5丁目。住居表示実施済み区域。2011年10月1日現在の人口は4033人。郵便番号664-0858。伊丹市中央部。北を、船原、北東の一点を宮の前、東を、中央。 南東の一点を平松、南を梅の木、南西の一点を鈴原町、西を行基町と接する。町内の全域が、伊丹市立伊丹小学校及び北中学校の校区に属する。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、西大3から2から8の地点で23万円、平方メートルとなっている。旧大和伊丹の西部にあたる地域。 江戸時代に酒造業で繁栄した伊丹郷町の郊外に広がる田園地帯であったが1920年に阪急伊丹線が開業して以降は商業区域化が進み現在まで伊丹市の経済における中心地的な役割を担っている1959年に住居表示を実施した際は行基町の一部であったが1975年に 呂気町の東部を分離して独立した町町となった。1995年、阪神・淡路大震災で阪急伊丹駅が倒壊する大きな被害を受ける。現在の駅ビルは1998年に完成し、新規にバスターミナルが整備された。江戸時代に夕日の名所として知られていた西大の名を取って命名された。1971年より、 阪急伊丹駅西口にジャスコが出店していたが、1995年の震災により建物が損傷し、閉店を余儀なくされた。7年後の2002年、ダイヤモンドシティテラスが JR 伊丹駅近郊に再進出している。国土交通省地下工事、都道府県地下調査 AB 角川日本地名、大辞典28表5件、1123ページ。ありがとうございます。